始まりました。表裏聞かせてチャンネル。MC の大川遠い、そして水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで、はい、まだチャンネル登録お済みじゃないっていう方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、声優をはじめとした素敵なゲストの皆様をお呼びして、もう表と裏を聞いちゃおうというそんな動画をお届けしております。よろしくお願いします。でですね、今回ももちろんゲストの方来ていただいてるんですが、うん、水さん紹介していただいて出ていただくことに。になったっていう。大御所が大御所を呼んでくれた工事郎知恵さんで、はい、知恵さんですよね、知恵さんが、はい、このことまだ出てないよね、聞いてあげようかって言ってくれたの。もう嬉しいですよね、本当に、はい、ね、早速お呼びしてみましょう。行きますよ水さん。はい、行きますよ、はい、今回のゲストはこの方です。あれ、メガネのガキンチョどこ。あ、美人さん、トイくん、ねえ、メガネのガキンチョ見なかった？あっち行ったかな、あっちに。あっちですね、あっち、あっち、あっち、うん。まあ、いっか。ああ、よかった。いやね、あっちって言っちゃうと行っちゃうかと思いましたけど。じゃあ今日は、お邪魔します。声優の松井直子でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。話しかけられちゃいましたよ、水さん。もうどうしよう。はい、というわけで改めまして、今回ゲストには松井直子さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒頭にもね、お伝えした通り、今回、知恵さんからのご紹介で、知恵さんは、この動画もちろん出てくださったことあったりとか、あと配信にもね、来ていただいたっていうことがありましたけれども、そのつながりで、はい。あまり詳しく聞いてこなかったんですけど、なんか、表と裏を暴かれるんですか？すいません、そう、ですね、今日のところ、暴かせてください。お願いします。いっぱいいろいろ聞いちゃったけど、いっぱい埃が出そう。いや、そうなんですか、あれあれあれ、なんか心当たりが。いやいや、でも今日よろしくお願いしますっていうね。お願いします。いっぱいもういろんな役をもちろんされてるけれども、ね、今コナン映画もね、4月16日から公開が1年間お待たせしました。そうですよね。年数から考えたらもう2年間ってことになってしまうのでね。もう皆さん待っててくださってありがとうございますっていう感じで始まったんですけどね。ちょっといろいろですよね。そうですね。上映してないところもね、あったりとかもしますけど、ね、私は見てきました。はい、そうですよね。ツイッターも拝見すると、お名前の横に、被弾済みっていう、要は、黄色の弾丸見ましたよっていう、その印をね、つけてらっしゃいますもんね。そうなんです。はい、SNS 上で、いろんな言い方が、こう皆さんファンの人たちが言っていて、はい、今回は黄色の弾丸というタイトルなので、黄色の火、被弾、弾食らいましたみたいな感じでやられましたみたいな感じ。被弾済み。ちなみにあれなんですかね、そのこの鈴木園子役は、オーディションとかあったんですか？いや、なかったんですよ。これがもう決め打ちという業界で言うとね。はいはいはい。多分ね、うん、だからランちゃんの親友なんだけど、そんなに重要じゃなかったんじゃないかなってまあよく言われるのは、直子ちゃんがここまで鈴木その子を育て上げたんだよみたいなことで、先生もこう絵を描きながら、もう松井さんの声が聞こえてきますよみたいな感じでうわー、それは素敵な。高山みなみちゃん、この間、ね、高山みなみちゃんも、鈴木園子って最初こんな下町のお嬢さんって感じじゃなかったですよねっていうこんなでしたっけとかいう、これ直子さんがこんな庶民感覚あふれる女の子にしちゃいましたよねみたいな感じで言ってくれる。ちょっと意識されました？そんなこともなくて。いや、私おそ松くんでもトトコちゃんっていう、はい、ね、昭和版のおそ松くんのトトコちゃん、はい、2年間やってたんですけど、はい、あれもみんなのアイドルっていう役だったのに、どうも脚本の方たちが私のキャラクター、声がするキャラクターで動かしていくと、なんか過激になっていったんですよ。それで原作にはない、なんか経済力のある人って好きみたいな、腹黒なアイドル娘。っていう感じになってったんですね。うん、ちょっとずつ直子さん色が入ってったわけですね。平成バージョンとかもその腹黒さが受け継がれてしまいます。ちょっと嬉しいですね。じゃあね、嬉しいんですよこれが。あ、そうなんですね。おそ松くんはですね、玄人筋にトトコちゃんの受けが良くて、放題やってんねみたいな、気分満載でしょうとかいう
感じで言ってくださって、鈴木園子ちゃんも全編アドリブでやったこともあったんです。全編つまり台本には一言も書かれてなかったのにっていうことですか？そうですね、台本に書かれてるセリフも変えちゃったんです。ああそういうことですか。ルパンコナンという特番かなあった時に、はいはい、絵があまりにも出来上がってない状態で、これはセリフは合わせてもらえるんですよねみたいなじゃあここも変えちゃおう、ここも変えちゃおうとか言っていたら、もうブレス無視の好き放題みたいな感じになって、打ち上げパーティーの時に監督がご挨拶の時にね、絵が収録の時に出来上がってないとこんなにひどい目に遭うというのを鈴木園子役の松井直子さんと思い知らせましたっていうのをいきなり発言されて、あ、大変したなーって面白い。もう松井さんがそうなられたきっかけとか理由って何かあるんですか、うんうん、ルーツというか。あ、声優って、まあ、はい、で、二通りいると思うんですよね。ちゃんと構築して自分を、役に近づけていくっていうか、役を憑依して、で、こと細かに、そのぐっと寄っていく。役の方に寄っていくっていう。はいはいはい、で、どっちかというと私は役を引き寄せちゃう。あやりやすい方にもう引っ張っていく。特にアニメってあれですもんね、こうやりながらこう作られていくとだんだんそういう風になるってことってありますもんね、うん、そうですね、うん、で今そのアドリブっていうお話ありましたけど、今回紹介していただいた知恵さんと一緒にバラエティ番組に出られてたりとかっていうこともあったんですよね。ライオンのいただきますに、ね、出てらっしゃったの、ね、あですよね。お花畑トリオ、そう、幸次郎知恵さんと、ね、松井直子さんと松本康則さんの3人のトリオが顔出しで出てらっしゃったってことですよね、うんうん、そうです。あの、おにゃんこクラブっていうのがその当時流行っていて、はいはいはい、おにゃんこクラブの、子たちのバラエティの時に着ていた制服を着せてもらって、高校3人撮るよみたいな感じで、おはがきを視聴者の方からいただいたものをドラマ仕立てにして演じると。こんなことがありましたみたいな感じで演じる。というコーナーでしたね、なるほど。その時はアドリブはどうだったんですか？まあそうですね、アドリブとかも入れたりとかもしてましたけど、生番組だったんですよ。まあ、そうか、演じるのも生だったんですか？笑っていいと思うの後ですもんね、朝早くにスタジオの屋上でそれでリハーサルして、大丈夫かなあんなリハなんか、まあこんな感じでっていう感じなんですよじゃあちょっと不安になりながらもうボンっていくわけですね。まあだんだん慣れてきたんですけど、本番、生本番のいいところは始まったらきっちり終わるってことですね。確かに後悔とかはあるんですけどあるって言って、ってことは直子さんでもそういうアドリブとかなんかそういうのって何かこうやってらっしゃったりしたんですか？直子さんもちょっとねインプロを使ってどっかね配信尾崎えりちゃんとかと配信してたりもされてましたよね。ちょっとなんかワークショップ的なのに参加して遊び感覚で、うんうん、あと本を、あ、面白いなと思って買って読んでるぐらいですね、はい、そこからでもそうアドリブはじゃあもう誰かに習ったとかではなくてもうご自身の感性なんですね。そうですね、まあなんかここアドリブ入れたら面白いなと思うものとかを台本にメモしたりとか、あらかじめ用意しておいたりとかっていうことの方が多いですけどね。テストではやる方ですね。やっぱり迷惑かかるので本番でいきなりじゃあ、 その今アドリブの話だったりとか、割とその自分ご自身がなさるときは自由になさってるっていうような話ありましたけれども、アップ&アップス事務所をなさってるじゃないですか、はい、代表として。社長さん、まあ、一応と言ったらなんですけど抱えている子どもたちもおりまして、はい、育てるというようなことも、はあ、あとはスタジオの運営というのも、はい、で 705R という収録スタジオを持ってまして、そこの運営も
もう何年だろう、5年経つのかな、作って、アップ&アップスは作られて何年ぐらいなんですか。ちょっと先か、アップ&アップスの方が 1,2 年先かなって。さっき育てたりとかもしてるっていう風におっしゃったんで、僕ら実はですね、曲がりなりにも事務所に所属したりとか、水さんもね、いろんな事務所を渡り歩いたっていう立場があったんで渡り歩いたんです私もう今フリーなんですけど、お仕事もしてくださいよえ、うちの私キャスティングしてるので、直子さん、私じゃあボイスサンプル送っていいですか。ぜひ。どういう、なんか現場立ち会うこともあるんですね。でその現場ではなかなか見れなかった声優たちの一面を見る、垣間見ることもあるんですよ。まあゲームの仕事って一人多いじゃないですか、はい、どういう風に収録してるかなんてなかなか見れないんですよね。勉強になるんだこれが、はい、もちろんです。ぜひぜひ教えてくださいベテランの方たちで収録早い人たちっていうのは、例えば一つのセリフにもう何にも言われないのに3パターン演じていったりします。え、どうしてっていうセリフとかを、どうしてっていうのが、え、どうしてとか、なんか3パターンぐらい、どうしてみたいなこととか、もう言われないのにやっちゃうんですね。ここは間違いなくこの解釈で合ってるだろうっていうものは、まあそれでいくんですよ。なんだけれども、うん、このパターンもありだなと思ったものというのを、見なく提供して帰っていくんですね。なので、このパターンでいただけますかとか、あ、すいません、こういうシチュエーションなんですとか、ダメ出しが来る、ことがほとんどない。だから早い、終わるのが。エンジニアがまず職人ですねって感動するんですね、やっぱり。何かというと、リップノイズがない、あ、ノイズが入らない、音散らない上にノイズがない、そして波形が綺麗、安定しているって、だから僕なんとかでみたいな、揺れないんですよね、圧が揃うね。やっぱりゲームのとか遊戯機のものって配信されるまでに時間がかかる。原稿は置いていってもらうんですね、最終にスタジオに入って、もう役者さんは帰ってるわけです。裏返しておいてあって、お世話になりましたって書いてあるんですよ。ありがとうございました、素敵な現場でしたって言ってサインが書いてあったりするんですよ。感動しません？それ感動感動しました。本当ですねやったかな、そんなこと。やってたすいません、今度やります。やるようにしてるんですけど。あ、そうなんですね。一人二人じゃないんですね、売れっ子というスケジュール取りづらい方たちがやってる。そういう方たちは自分のアルバムとかがこう発売になったというと、ゲーム収録とかの現場にも持ってきてサンプルの CD とか配っていったり、だからそういう営業とかも、こんなに売れてるのに、いや売れてるからこそかとか、まあ、でもね、他の方も皆さんやっぱり最後は人間性だよってこの番組で言ってくださってるけど、やっぱりそうなんですね。そうそう、だから、うん、そのありがとうございました、素敵な現場でしたとかって書いてくださってるのを、私もメーカーの方に持っていくじゃないですか。またお呼びしたいですねって必ずおっしゃいますからね。またお呼びしたいって思ってもらうことが大事ですよね。その積み重ねなんだなって思いますね。このチャンネル見てくださってる方って、これから声優なりたい、目指してますっていう方もめちゃめちゃに多くてですね、例えばなんですが、松井さんがそのオーディションをする立場でどんな人を撮りたいって思うかとか、オーディションの悩みみたいなコメントもたくさん来るんですよ。どうですかね、そういった悩みに対して、例えば松井さんならどうやってお答えしますか。そうですね、私もそういうオーディション、養成所のであったりとか、はい、あとゲームのね、一般、はい、されているのをね、500人審査したこともある、まあでもね、やっぱり、ね、まず第一次審査は名前をちゃんと言えてるかどうかっていう原点回帰、ちゃんと名前を言えるかどうか、でもさらっと、あ、おつかみでですとか言ってると、もう自分の、ね、名前に愛がないなって思いますよねめちゃめちゃ今笑われてますけどだってなかなか深く一人ずつ聞く時間がなかったりね、最初の第一声大事ですよね。だから芸名つけた方がいいかもね、言いにくい名前はあまりに、うん、
あ、なるほどなるほど。あ、なんか噛みそうな名前の人はもう芸名にするっていうのもありかもしれないですね。あとは丸ごとですね、その人格というもう人自身というものを知りたいということで、仲のいい友達とか親御さんからはどういう人だって見られてますかって。でその質問の答えはで、おって思うのはどういうとこって聞いちゃダメですか？これ企業秘密ですか？いいか悪いかっていうより本質はどうなんだっていうことをやっぱり答えざるを得ないですよね。その人となりのこの中心部分を見たいなっていうことなんです ね、 ですよね。で例えばそれは真面目に思われてるでも、あのなんだろうな、おもろいやつで思われてるでももしかしたらいいですかね。いいですね。あ、なるほど、こういう性格かと。やっぱり自己紹介、じゃあ1分間やってくださいスピーチっていう作り込んでくるじゃないですか。こっちは素を知りたいんだっていう。自己 PR の時に何を言ったらいいか分かりませんっていうのもよく聞くんですけど、そういう時にじゃあ直子さん自身は作り込んでる自己 PR よりは素がちょっと見えた方がちょっといいなって思われます？そうですね、あのエピソードとかが入っていたりとかする方が好感持てますね。私は頭の回転が良くてとか、明るく元気でとか、快活な方でとか言われても、こう言葉をね羅列して見てもピンとこないなっていうところがあるので、あと、まあ、うちの子たちとかによくアドバイスするのは、はい、相手がいるんだよっていう、自分が話したいことを話すんじゃなくて相手がいるという自己 PR を作りなさい。で、その相手は誰なんだって言ったら、同い年の子たちじゃないですよね。なるほど。モノマネしますみたいなこととか、ギャグ、一発ギャグみたいなこととかやっても、うーんみたいな感じ。いい大人に見せるんだぞっていうことですね、はい、でも例えばそのギャグが一発ギャグでも、例えば本当に面白くてプッて大人が笑っちゃうぐらいのクオリティなら OK ですよね、きっと。やっぱりあるクオリティ求められる、そのシビアな感覚を持っているというようなことを頭に、うんうん、に置いといてほしいなという。いや、もうここのね視聴者ももう大満足だと思います。本当にありがとうございます。ちょっとまだまだお話聞きたいところなんですが、ね、もうこれ以上は一本の動画に収まりきらずに僕らが得をするっていうだけになってしまいますの で、 です、ね、というわけで今回は知恵さんの紹介で、まあその、うん、なんていうんですかね、引き連れられてきたと言ってもおかしくないぐらいで、もうなんかこっちとしても本当に申し訳ない気持ちも最初あったんですが、いかがでしたか今回の収録は。いや、楽しかったです。でもなんか裏側とかを暴くにはちょっとね時間が足りなかったですね。じゃあ水さん、これは あれですか、第2弾で今度は裏側から入っていただいてっていう、はいはい、裏側から入るバージョンをっていう2本目でですかね、また、はい、撮らせていただければと思います、はい、というわけで今回ゲストには松井直子さんにお越しいただきました。今回の動画楽しいと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。黄色の弾丸よろしくね。